水戸くんの本棚が見たいです。僕の本棚？これはただの欲望です。ただ水戸くんの本棚が見たいんです。どのラノベのどの挿絵のページに癖がついているかを確認したいんです。小中学生の水戸くんの性を目覚めさせたのはどのヒロインなんだろうって。ご両親に見せられないエッチなラノベの一冊や二冊。あう、触るならもっと優しくしてくださいよ。君、以前にも増して面倒くさくなったな。全裸までなら想像してもいいですよ。おい、友達やめるぞ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。君を家に入れるって僕の低層の危機だろう。賢者モードになってから行きます。一応は男子の家に一人で上がり込むってことに。この前振られて脈なしが証明されたのに何を警戒することがあるんです？そんな純真な目で見られると